失礼しますよ、海長さん。ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、恩に着る。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やれかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ？3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万、用意できますか？先生でしたら、私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか？クソみてえなやつにも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに。今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間かねえってのに。第8章。いやー、クソしかいないね。実況してる俺も、ゲームに出てくるやつ全員クソだよ、本当に。これは、すごいな。本当にね。なんだ？え？何があった？いや、なんか爆発事故とかで。おい、あんた！はるか？キリュウ。だってさ、はるかは？すまん、奴らまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ？はるかはどうした？ほんの1時間くらい前だ。はるか、何してるんだ？私やっぱりここにいちゃいけない気がする。
え？私、キリュウのおじさんのこと好き。だけど、私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。何度も危ない目に遭っちゃう。はるか。だから私はいなくなった方がいいの。お母さんももういないし。本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。はるか！すまねえ、キリュウ。奴らギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング？この町のグレン隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の3つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。ハルカさらったのは何色なんだ？河原のシステムがダウンしちまってる。わからねえんだ。なら、しらみつぶしにするしかねえな。俺は署で情報を集めてくる。ハルカの居場所が分かるかもしれん。分かった。お青ジャージのギャングどもが西に逃げていくのを見ましたぜ。公園で落ち合おうとか言ってましたから、児童公園とかの方がじゃないですかね。おお、逃がさんぜバカ野郎。児童公園行けばいいのね。あ、なんか用かよ。青のギャングだな。だったらなんだよ。ハルカはどこだ？ん？お前らがサイの河原から連れ去った女の子だ。頭おかしいんじゃねえか？知らねえよ、そんなガキのことは。俺らはホームレスを殴りに行っただけだからよ。やっちまおうぜ、こいつ。さっきはちょっと暴れ足りなかったしな。一応遊んでやるよ、おっさん。お前らもホームレスっぽい服着てんじゃねえか。ブルーゼット。何それ。まあいいや、倒していこう。あ、弱いね。あ、クソ弱いね。はい、オッケー。殴ん、え、これスタンガン持ちか。しびれたぞ、今まひったぞ。うぜえなこれ。はあじゃねえよお前。なんでこのおっさん、いつの時代も殴りで言ってんだ。もう殴り、もう古臭いだろ。殴らなくていいわ、もういろんなもん使っちゃえばいいんだよ。みんないろんなもん使っちゃってるんだからね。なんでこのおっさんだけ一人殴りで頑張るんだろう。虚しくなってくるね。何なの、ドライバーで殴ってきたり、バットで殴ってきたり、せわしいやつだな、お前。よっしゃ、まず一匹倒した。で、次お前。よっしゃ、直接対決じゃ、ボケ。エイヤじゃねえんだよ。なんだエイヤって。はい、オッケー。信じまえ。ヘイヤー、サッカーボールキック。気持ちいいね。あの、ミスター、危ない。オッケー。でこれで終わりかな。殴ります。えいゆー、調子に乗るんじゃねえぞこのクソ野郎が。スタンガンばっか使いやがってよ。お前ら本当にハルカを知らねえのか。はい、俺らはチームでも下っ端ですから。でも白の連中なら何か知ってるかもしれません。白いギャングか。そうです。奴らならその辺にたむろってますから。本当すいませんでした。おいおい、あんたなんかよ。ここはおじさんの来るところじゃないの。帰りな。下っ端に用はね。リーダーを出せ。
断るって言ったら？お前らが怪我をするだけだ。面白え。やってもらおうじゃない。じゃないの言い方がなんか面白かったね。なんだてめえは。はるかはどこだ。おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら。やんのか、こら。ふざけんな、親父。やろう、舐めやがって。おい、この親父、ぶっ殺しまえ。なんだこのエグザイルのアツシみたいな髪型は。ねえ、来たよ、白木雄二。うわ、もうまたザコいるし、たくさんいるね。たまには1対1の環境で戦いたいね。相手も強そうだし、さでかいんだから1対1で行こうよ。よっしゃ、ほらちょっと回復しよう、ちょっと回復、今回復の時間だ。この HP では死んでもおかしくないからね。逃げて、逃げれないね。思いっきり殴られたね。武器使うのいい加減やめない。よっしゃ、痛恨の一撃。ゆうじくん、後で戦おう。今さ、俺とこいつらの時間じゃん。それ邪魔すんなよ。そういうの分かるじゃん、ギャングならね。分かっちゃうじゃん。ね、1対1って素晴らしいじゃん。数の暴力で組んじゃねえ。殴んじゃねえ。 NO!中途半端に残りやがって死んでしまえばいいのにな。はい、お前も行け。グーバイ松本。よし、あね、残る1匹かな、ザコは。殴んじゃねえ、ちょうどいいタイミングでよ。よっしゃ、さーて来たよ。ユージ君今戦おう。ユージ君何ピヨってる、 What?謎のピオリですわ、意味がわからないね。なんなの、なんでピオンの意味がわかんないんだけど。おら、ボケ、ピオラすんじゃねえ。えい、全然食らってないけどね。もう一回回復しておいた方がいいかな。はい、オッケー。やるじゃねえかじゃねえんだよ。おるれ、じゃ半分来たかな。あー、ちょっとミスった。はい、何何回復してんの本当に。こげろこのハゲが、調子乗んじゃねえぞ。どうやって髪掴んでんだよ、坊主だろ。思いきし掴み要素ねえだろお前。地肌掴んでやるなよ、痛いだろ。またかい。おい、ほんでこれで終わりかな。はい、まだ終わってない、しつこいな。死んでまいバカタレ、思いっきし踏んづけだったわ。調子乗んなよ。おい、はるかをどうした、どこにやった。知りません、俺らはブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ、赤いジャージの連中です。あいつらに聞いてください。どこにいる。劇場前の広場に、デブラっていうクラブが、そこが奴らのたまります。キリュウだ。伊達だ、警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課に遥の捜査依頼があったらしい。一課に、どういうことだ。詳しいことはわからん、ただ遥は誘拐の被害者ってことになってる。
東城会とは別の組織が動き出したんだろう。キリュ、奴らより先に遥を抑えるんだ。急げ。分かってる。ハルカはどこだ。はあ、お前誰だ。知っててもお前なんかに言わねえよ。口の利き方に気をつけろ。はあ、やるってのかよ、こら。来たや。めっちゃ弱そうだけどね。え、こいつだ、え、こいつだけ、え、こいつだけ、え、めっちゃ早く終わるよ。急にどうした。急に、え、終わったんですけど。難易度急に落ちた。え、え、え、いや、こんなんで終わりじゃないでしょう。お前がリーダーか。違います。リーダーなら下に。てめえ、こんなことしてただで済むと思ってんのか。はるかを返せ。さもなきゃお前ら皆殺しだ。兄貴、面白いぜこいつ。やれるもんならやってもらおうじゃねえかよ。えらくデブだなこいつ。デブキャラクターは戦うの初めてかもしれない。赤い兄弟、あ、兄弟なんだ。うん、まあどうでもいいや。まずこのザコからね。相変わらずザコがいるっていうね。まあ、今回ちょっと難しいかもしれないね。こういうまあボスが2体いるっていうのは初めてだからな。よし。うわー、もう出た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 。またスタンガンかい。物に頼りすぎだろ、お前。現代に生まれてよかったな、お前。生まれる時代間違った、お前。何もできねえ人だぞ。死んじまえ、バカ野郎。調子乗るんじゃねえ、ほんと。死ねっつってんの。死ねっつってんの。ノーンスタンガン、オーマイガー。ほんといいね、現代って、ほんといろんなものがあってね。いいと思うよ。うん、お前調子乗るなよ、ゴルラ。ぶち切れるぞ、いい加減に。切れてんだよ、もう。いや、もうハメですやん。立った瞬間これだぜ、みんな。調子に乗るなよ、ボケハゲ。何も楽しくねえんだよ、こっちは。何が面白いのよ。何それ。何回ってんの。ブレイク出すの、なんていう技だっけ。回るのあったよね、それ。まあ、どうでもいいんだけどね。オッケー、死んでしまえ。まずはザコも早く死ねえ。何や、微妙体力多いんだよ。おう、いや、ええよ。うん、よし、ゴー。やめろっつってんだ、バカが。触れんな。あー、ムカつくな、ほんと。かゆく、もうマックスにしとこう。避けんじゃねえよ。ザコが避けること覚えたら最悪だろ、お前。わっ、ゲージ、おお、え、1ゲージじゃないんだ、こいつら。あ、俺的に1ゲージかと思ってたら、2ゲージあるんだ、どっちとも。これは厳しいね。よっしゃ。とりあえずザコはこの1匹でラストだね。おし、ナイス。で、これちょっとバラバラに戦うんとね。あー、ムカつくな。全然攻撃当たんねえ。いや、用じゃなくてよ。用じゃなくてよ。え、ちょっと待って。もうな、あー、ムカつくな、ほんとに。めっちゃムカつくんだよね、避けるやつって。まあ、デブから倒していこうか。いや、ちょっと待って。こっちの攻撃なんでこんなにも当たんねえの。なんでこれまたこんな体力多いの。2体なんだから、ちょっと空気読んでくれよな。なんで掴めねえの。なんでこんな角に追い詰められてんの。危ない、こんのクソ豚。こっちから倒していくのが正解かもしれない。
弟からね。何してんの、どんなキックだよ。もう腹立つな、本当にこいつ。いや、いちいち、勘に触る野郎だな、ボケ。なんでゲームでここまで切れないとダメなんだよ。おかしいだろ、お前。調子に乗るんじゃねえよ。もうなんなの、本当に。俺は環境がおかしいと思うよ。当たり前みたいに数の暴力で押してくるからね。当たり前にしてほしくないんだよね、そういうこと。逃げないと、逃げないと。なんでデブ走ってくんの？せめてデブ移動速度落とせよ。嘘ー！なんじゃそれ！捕まったら絶対これ来るんかい。もうクソすぎるだろ、本当に。死んでしまえ、このクソデブが。ぶち殺してやるからな。もう、ほんと仲いいよね。気持ち悪いくらい仲いいよね。ちょっとさ、もう勘弁してくれませんかね。おら。全然ダメージ食らわねえし。おら。回んじゃねえよ、ボケ。あいようじゃねえんだよ。調子に乗るなら ダンスだけやっときゃいいだろ。なんで喧嘩までしてんだよ。もう、ほんとムカつくパターンの敵だね。もういつまで回るんだよ。アイオじゃねえんだよ。いや、アイオじゃなくてね。もうほんとムカつくね。ボケゴラ、ハゲゴラ。もうこれプレイヤーいじめすぎない？こいつら2体だけならわかるけどさ、これに加えてザコもいてさ、その上この体力だからね、キチガイすぎるよ、ちょっと難易度が。え、なんでつかめねえの？よっしゃ。え？全然食らってない。マジっすか？こんなん俺絶対無理だわ。全然食らってないんだもん。防御も硬すぎるよ、これ。体力も多いし。もう、ほんとムカつくね。もうやめろ、その動き気持ち悪いから。ブレイクダンスがお前を通して嫌いになりそうなんだよな。何の罪もないブレイクダンスがよ。腹立つからやめろ。全然うまくもなんともねえんだよ、お前は。あいようじゃねえ。あいようってなんだよ。掛け声やめろ、気持ち悪いから。全然かっこよくねえんだよ。もう、また必殺技だ、もう。なんなのこれ、掴まれた無条件に必殺技って鬼畜すぎるでしょ。あー、もう本当にもう。うわ、もう回復してるし、もうマジっすか、もうこれに加えて回復とかクソすぎるだろう。もうめんどくせえ、もう。2体の時は回復なしにしたらどうでしょうか。俺はそうした方がいいと思うよ。ゲームモードのさ、イージーとかつける日もあるんだ。そうしようよ。もう回復とか意味不明すぎるわ。なんでプレイヤーの頑張りを評価しないんだよ、どのゲームもさ。なんで最近のゲームってそういうゲーム多いの。俺は任天堂さんみたいに優しくしてほしいね。厳しくも優しくみたいなね。厳しさしかないからさ。やめろ、それ足。おかしいだろ、お前。無条件全部倒れてんじゃねえか、お前。くそ、なにそれ、マロ、お腹の部分当たってんの。こけ、足に当たってこけてんの。バカだろ、意味不明だろ。当たり判定雑すぎてやる気なくなるわ。ほんで回復だからね、これまた回復さ、するよ、もう。本当にムカつく。やめろ、その動きムカつくからよ。ほんと殺したくなるんだよね、リアルな話。なんなのその動き。気持ち悪いわ。え、何がしたいの、何がしたいのこれ。いや、話せじゃなくてもう。いや、せめてデブの動きを遅くするみたいなことはしてくれないの。デブ思いっきり走ってくるんだけど。いやいや、何全部避けれんだよ。何トリッキーとかそういう次元じゃないけど、こいつ別の職業だろ、もう。なんで喧嘩してんだよ。なんでギャングなんだよ。もう、だからさ、その無条件にやめよう。なんか条件あるでしょ。なんで倒したらこっちが不利になるんだ。おかしいだろ、みんな。殴って倒したら、なぜか相手の攻撃絶対当たるっていう攻撃が来るからね。意味不明すぎるわ。はぁ。
もう本当に全然死なねえ。いや、嫌じゃなくて、早すぎるでしょ、攻撃の動作が。倒してんの、こっちが有利なんだよ。こっち、俺が倒したんだよ。なんで相手有利になんのよ。なんで倒したらお前強くなってんだよ。もう待った、もう回復、もう勘弁してくれよ、本当につまんねえな、もう。もう勘弁しろよ、いい加減に。つまんねえんだよ、回復されたらさ、じゃあ今までの分何だったのってみんななるじゃん。ならない人いないじゃん。もうクソ無駄な時間過ごしてるわ。もう退屈だね。異常に退屈。こんなんだったらお前もう外出てうんこしてる方がまだ有意義な時間過ごせるわ。何も面白くねえんだよな。いや、なんで全部避けれんの。回避性能やばすぎるだろお前。もう与えたダメージが全部回復だからな。ふざけてると思うよ。いや、もう何なの、何デブのその動きは。何、疲れろよデブ。スタミナ無制限か。何なのそのデブのドロップキックは。全然体とお前動きがリンクしてねえだろお前。おかしいだろお前。なんで誰も疑問に思わねえんだよ、作ってる最中によ。お、これデブ動きすぎじゃないですかねって誰か思うだろ。なんでこのデブ動いてるの。誰も何も突っ込まねえんだよ。怖いわ。デブがそんな動きだな。デブがそんな動くんだったらな、デブじゃないんですよもはや、それは。いや、もうそう、動きやめて、ほんとムカつくから、お前を通してブレイクダンスは嫌いになりそうなんだよ。あの大好きなブレイクダンスがよ。もう頼むから死んでくれ。ようやくだよ、もう長すぎるわ、ボケ。死ねえ、ハゲ。全然クソつまんねえんだよ、お前。動きが腹立つんだね。ほいや、へいや。気持ち悪い動きばっかだよ、ほんと。お前も死ねえ、この野郎。何が兄弟だよ。クソみたいな兄弟。お前いつまでそのジャンプ攻撃できんだよ。おかしいだろお前。デブなんじゃねえのかよお前。なんなんだよ。じゃあお前なんでこんな太ってんだよ。筋肉の塊とでも言うのか。なわけねえだろお前。外人かお前。調子乗んなよ。脂肪だるだるやないかお前。なんでそんな動けんねん。スタミナ無制限とかお前。マラソンやれよお前。ギネス更新できるわボケ。いや、うわーじゃなくて、ね、なんなのそのデブの敏感な動き。攻撃力高いんだからさ、ちょっと動き遅くなれよ。攻撃力高い上にさあ、また出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 た。これ意味ある？何なの？プレイヤーを苛立たせるための仕様だよね。与えたものが全部回復されるって。だからやめよう。時間って絶対限られてるんだからね。泣いても笑ってもね、お金じゃ時間は買えないんだよ。絶対俺はそうするべきだと思う。これはやめた方がいい。ムカつくもん。さっきの3分4分前の行動全部返してほしい。でも戻れないからね。あの消費した時間というのは戻れない。すごく無駄してる。もうほんとうんこするんだった。今日はもう一日中うんこしとけばよかったなと思いながらプレイしてるからね。うわーじゃねえんだよ。どんだけ飛ぶんだよお前。息切れろや。あーもうまずい。あーもうまずい。あームカつくな本当に。体関係ねえじゃんお前。もうこんな、なんで太って出したんだよ。兄と同じ体型でよかったろ、こんなんだったら。なんの、見た目からね、想像できない動きばっかすんじゃねえよ、お前。動けるデブもいるかもしれんけど、お前動きすぎたんだよ、お前。普通の体型より動いてるじゃねえか、お前。うわじゃねえんだよ、お前。ええ加減にせえよ。声を出すな。ミュートでやりたいね。腹立つんだよね。あ、死ね。死ね。どこ掴んでんだよ。坊主だろ。掴むとこねえだろお前。またもう本当にバカの一つ覚えに。本当にプレイヤーの評価頑張りを無駄にするゲームだよね。何だったんだろう俺さっきまで、今まで何してきたんだろうと思っちゃうもん。ゲームを通してそうやって思いたくねえんだよな。ゲームって暇を潰すためにあるからね。もう、本当にもう、なんでこんな動けんだよ、このデブがよ。何回言わすのよ。デブなんだからさ、スタミナ切れたりしないの。全然しないけどね。無敵ですか、あんた。デブで動けるとか、お前もう弱点ねえだろ、お前。最高じゃねえか、お前。やべえじゃん。なんで振りほどかれるんだよ。
なんで後半になればなるほど敵有利に物語は進んでいくの？いや、今掴んだじゃん。はいはい、出た。もう、これね、これ俺、だからね、本当に嫌いなんだよね。最近のゲームはありがちな。プレイヤーいじめすぎ。うん。あのさ、プレイヤー有利いつの時代も進めていこうよ。買ってるんだから、消費者なんだよ、俺は。お願いしますよ。な、今のでさ、掴み判定にならないと、もうどこ掴み判定になるの、お前。思いっきり体掴んだろ、お前。どこだよ、チンコか。チンコ掴んだら、掴み判定になるのか。あ、そうするわ。じゃあ、次はそうするわ。気をつけますわ。え、な、いや、今のなんて確実でしょう。いや、なんで、おかしいじゃん、おかしいじゃん。誰か疑問に思わないの？ねえ、後半になればなればなるほどね、体力少なくなっていってのをつかめなくなってくるっていうね。もう、本当にムカつく。なんでこのデブ動いてんの？何もしねえの。死んでまい。もうムカつくな、ほんと。一つ一つの動きがこんなにも腹立つってなかなかないよ。死ね、バカ野郎。二度と出てくんじゃねえ、気持ちは。飛びすぎだろ、お前。どんなにこのおっさんパワーあるんだよ。こんなことして、死んだも同じだぞ。お前が死ぬんだよ、バカか、調子に乗んな。もうブレイクダンス嫌いになったわ、お前。そんなもん。えい、ざまあ見ろ。おう、ハルカはどこだ？俺らは金で雇われただけなんです。雇い主は誰に雇われた？なんかの坂のなんかのです。子供は地下街の母さんのところに。ラウカロン、ここに来て中国人？ラウさん、これは先ほどの祝杯に薬を入れました。キリュウさん、ダジマ組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか？何？偽造パスポートに2000万？我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。キリュウさんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。では。無語すぎる、気持ち悪い。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。奴が遥かを。来たか。どうだ、何か分かったことはないか。遥かを連れ去った奴らは
ジャカの連中だ。何？ジャカだと？ああ、ギャングのやつがそうほざいたな。ハルカは今横浜にいる。だとしたらここで準備する必要があるな。ジャカのことだ。何が待ち受けてるかわからない。キリュウ、準備ができたら声をかけてくれ。車で横浜に向かうぞ。横浜へ向かう準備はできたのか？ああ、できたよ。そうだな。わかった。それじゃあ横浜へ向かうぞ。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね。おう、お宅のジャカには30で文句ないやろ。 30？ じゃあ島野さんは70ってことですか？いや、うちは50や。なら残りの20億は？おう、来たか。なら紹介するわ。これが五代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで。年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。はい、これで第8章は終了になりますね。見てくださった皆さんありがとうございました。次回の実況もね、お楽しみに。グッバイ、また会おう。